こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、先生方にですね、簡単にできる手技のテクニック、治療のヒントになればと思いお届けさせていただきます。でですね、今日は金曜日になるんですけれども、いつもね、質問いただいたりとか、手技のですね、お届けをするんですけれども、その動画をお届けする前にですね、皆さんにですね、お知らせがちょっとだけあります。それは何かと言いますと、このゴッドハンド通信のですね、チャンネル登録者数が、なんと1万人を突破しました。ありがとうございます。皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございますですね。ついですね、何ヶ月前ですかね、3、4ヶ月ぐらい前にですね、5000人突破しましたってことをやったんですけれども、そこからわずか数ヶ月でですね、倍以上の1万人突破です。つい先ほど僕チェックした1万2000人も突破しましたね。素晴らしいですね。これもですね、皆様のですね、応援支援があってのおかげだと思いますので、ぜひぜひですね、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますということになります。そのお知らせでですなんですけれども、皆様にですね、また嬉しいお知らせがあります。なんとですね、その1万人突破記念という形でですね、僕からですね、皆様にこの動画をご覧いただいている先生方にですね、プレゼントがございます。そのプレゼントですね、どんなものかと言いますと、半澤先生お願いします。はい、はい、どうもこんにちは半澤です。半澤先生ですね。はい、で今回のプレゼントですね、まず2つあります。なんと2つです。で、まず1つ目ですね、1つ目がこちらです。見たことありますかね、関野斉藤ですね、うちの社長になりますが作った経営ノウハウ、でこれをまず1つプレゼントします。あともう1つですね、すごいプレゼントがあります。こちらです。まさか見覚えありませんか。ほんとついこの間僕たちがリリースさせていただいた手技の攻略版ですね、攻略バイブル、こちらがですねプレゼント商品となっておりますので。すごいですね。この2つがあれば、はい、どうしました。いやいやいや、これ2本も2本も2本もです。2本もですか。2本もです。すごいですね。2本プレゼントです。なので技術と、経営の両方が手に入るビッグなチャンスになりますので、皆さんぜひですね最後までご覧いただいてほしいなと思います。はい、はい、そうですね。これ手技本当つい先日ですよね。いや本当先日です。これ先日出たんですけれども、なんと好評すぎてですね、そうです、在庫がないと。そう、ありがとうございます。で出演者の僕たちもまだ手元に持っていないっていうものになるので、はい、すごい皆さんのおかげでですね、僕たちもですねヒントをお届けするという形でね、はい、貢献できてるのかなと思って嬉しく思っております。でですね、このプレゼントですね、ちょっと申し訳ないんですけども2本プレゼントなんですけれども、抽選で5名様5名です。5名様限定となっております。はい、それでですね、応募条件をちょっとお話しするんですけれどもいいですか。で応募条件なんですけども、まずこのゴッドハンド通信の YouTube チャンネル、ゴッドハンド通信の YouTube のチャンネル登録者数、はい、ごめんなさい、チャンネル登録者であることですね。まずゴッドハンド通信のチャンネル登録をまずしてください。でですね、もう一つはですね、下のフォームにですね、アンケートがございます。なのでそのアンケートにですね、お答えした方ですね、はい、そちらの方が、抽選の対象になりますので、ぜひですねアンケートにお答えいただければと思います。ただしそのアンケートの中にですね、合言葉を書く欄があります。そうですね、合言葉ね、合言葉ですねその合言葉何かと言いますと、はい、この後僕手技紹介するんですけれども、その手技のね、紹介している間にですね合言葉を言いますので、ぜひですねこの最後までですね動画ご覧いただいて、その合言葉を記入していただいてですね、ぜひ抽選していただいてこのプレゼントをゲットしていただければと思います。はい、それではですね、今日の手技、お届けしていきたいと思います。で今日の手技なんですけども、半澤先生ごめんね、これ置いちゃっていいよ。はい、じゃあ半澤先生ちょっと真ん中いきましょうか。はい、で今日ねお届けする手技なんですけれども、五十肩とか四十肩とか肩の、ね、動き制限があるですね患者さんにですね、使える手技をちょっと紹介していきたいと思います。
でこれね何やるかって言ったら半田先生ね実は肩悪いんですよ。そうです、結構肩悪いです。なんか昔、はい、今もやってるのがバレーボールをやってるという形 で、ね、まあ、ちょっと肩のところもね、でバレーボールやってたらしいです。バレーボールやってましたね、はい、なんですよ。危ない危ない危ないですね。肩が、やっぱり耳までつくのが正常なんですけれども、まあ、映像を見ていると大体6割ぐらいのところで止まっているという形ですね、うん。で、ここをちょっと改善するですねヒントという形でですね、お届けしていきたいんですけども、まあ、五十肩の原因とか、まあ、鎖骨だとか、まあ、そもそもの上腕骨だとか、まあ、いろんな筋肉っていうところが、原因として考えられるんですけれども、ヒントとして、お届けしたいのが肋骨、まあ、胸郭ですね。胸郭自体がですね下がったりするとですねやっぱ肩って制限かかるんですよ。で制限がかかってしまって痛いっていうサインを送っているケースもありますので、肋骨のところを調整してあげると実は肩の可動域変わるんですよ。四十肩五十肩が改善傾向になるんですよというところをちょっと今日お届けしていきます。で手技の方法としてはもう簡単ですね。肋骨の方をですね、下垂してしまっているのでそれをですね持ち上げていくように調整かけていきます。なんで僕がやっているやり方としては、失礼しますね。で肋骨ですね、肋骨の部分下からですね付録のところからですね、両手でこうサンドイッチしちゃいます。サンドイッチでサンドイッチしてですねそのまま上にこう持ち上げる形ですね。決してこうギューってサンドイッチする必要はないんです、圧迫する必要はないんですけれども、軽くテンションかけてあげてしっかりと肋骨に接触する。で上方ですね、半田先生の頭の方向に対してテンションかけていくですね。でこれでですね、まあ、しっかりと30秒ぐらいキープしていくだけで肋骨が下がってたものが上に上がってきますので、そうすると実は肩って上がりやすくなるんですよね。あ、半田先生合言葉、ああそうだ合言葉1万人いいですか、聞きましたですね。はい、それではねこれでね、肋骨の方がしっかりと上がりましたので、今肋骨の方が下がってたものを上げました。これでもう一回動きチェックします。外転ですね。グーグーと。これで上がりやすくなるんですよね。うんうん、ですので、まあ、例えば肩動き、可動域制限がある方、四十肩、五十肩のような痛みがある方ですね。まあ、肩やっても良くなんねえなみたいな方がいらっしゃるのであれば、こういった肋骨のところも見ていただければと思います。それで少しでもですね、患者さんの、その痛みだとかそういうのを減らしていただければいいと思いますので、まあ、今日の日。施術のね、動画になりますけれども何かヒントになればと思います。ちょっと私こっち連れて、はい、で手技のね、紹介は以上なんですけれども、もう一度ですね、ちゃんその最初の応募条件お話ししていきますね。持ってよいしょ。でまずですね、今日は1万人 YouTube のね、チャンネル登録者数1万人突破という形で皆様にプレゼント差し上げます。抽選で5名様ですね、はい、商品、はい、もう一度言います。こちらの経営ノウハウですね、斉藤と関野がこちらね出ているこのノウハウ、経営ノウハウっていうのはお渡ししてプレゼントになりますね。であとこちらですね、僕と関野がつい最近出した症状別テクニックの攻略バイブル、うん、この2つをプレゼントしていきます。そうですね、油断してましたね、半田先生ね、はい、抽選で5名様ですね、この DVD2 本プレゼントさせていただきます。応募条件としてはこのゴッドハンド通信のですね YouTube チャンネルをまず登録してください。それでですね、先ほど動画の中で半澤先生が言った合言葉をですねしっかりと覚えていただいて、下のですねアンケートフォームに答えていただく、うん、その中に合言葉書く欄ありますのでね、そのアンケートをぜひですね応募してください。はい、それではですね、今日の動画は以上になりますので、今1万人突破したということですけれども、2万人3万人ねどんどん増やしてです ね、治療院業界を盛り上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、それでは本日動画最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。